鴨川からお届け研究者図鑑。こんにちは。こんにちは。様々な分野の研究者を365日毎日ご紹介する研究者図鑑のお時間がやってまいりました。私は内役のニピオです。本日ご紹介する研究者は京都大学農学研究科の瀬戸隆弘さんです。瀬戸です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。本日はですね、こちら、ですね、もう京都市のですね、まあ、この後ろ広がっておりますこの鴨川ですね、そしてその後ろに見える雄大な比叡山、これでまさにこのザ・京都といったようなこの風景の中でですね、この鴨川の河川敷からお届けをさせていただいております。というのも、まあ、本日の瀬戸さんのテーマが、はい、この川というのは非常に重要なテーマになっているということですので、はい、まさにその、まあ、なんて言いますか、非常に現場感といいますか、そのキーワードに即した場所で収録しております、はい。まあ、台風の後の京都の鴨川ということでですね非常に、まあ、なんともこう大自然を感じるところで収録をさせています、はい。それでは本日瀬戸さんにお聞きする内容なんですが、こちらの3つのキーワードになっております。また気になるキーワードが並んでおりますが、1つ目からいってみたいと思うんですが、こちら水環境のモデリングとコントロールということでですね、こちらどういった内容のキーワードなんでしょうか。はい、水環境のモデリングとコントロールということでですね、はい、まあ、この2つの、テーマというのがうちの研究室が掲げている、2大テーマということで、はい、まあ、水って、まあ、考えてみればその時間的にも場所的にも偏りがあるもんでして、はい、まあ、例えばこう、そうですね、水を供給源ってこう雨とかだったりするんですけれども、うん、はい、まあ、雨も降ったり降らなかったり、はい、降る時期と降らない時期があったり、うん、はい、で、まあ、場所で考えても降る場所と降らない場所がある、うん、はい、で水っていう資源はすごい偏りのあるものなんですけれども、もうまさにもう昨日の台風なんかもうその偏りの極地みたいな感じでドーッと降って止んで、はい、まあ、急に降らなくなったりとかですね、はいはい、そうですね、まさにその偏りの後の、はい、現場なんですが、そうですね、うん、それでですね、はい、まあ、その偏っている、水の資源、まあ、生きていくためにはやっぱり水っていうのは不可欠ですので、はい、まあ、そういう偏りをどうやってこう解消していくかというところでですね、うん、まあ、水を制御するのにそのモデリングとコントロールっていう2つのテーマをやっていくと、はい、なるほど。その水のそういった意味ではコントロール、モデリングとコントロールということで、はい、まあ、それによってこうできるだけこう均一に水が使えるようにという感じ。はい、ではその中でまあ研究の内容としてはどのようなことをされているんでしょうか。はい、はい、そうですね、まあ、僕がやってますのはその、水の流局をシミュレーションするというような研究をやってまして、はい、で、その水理学とかそういう知見に基づいてその水の流れを、コンピューター上でシミュレーションしながら、はい、その水の動態っていうのを追っていくっていうようなことをやっています、はい、では結構研究内容としてはシミュレーションという。そうですね、はい、はいはい、どういそのシミュレーションというのは具体的にはどのような形で大事でしょうか。はい、まあ、ちょっと専門的な用語になってしまうんですけど、はい、まあ、僕はその潜水方程式モデルっていうのを使っている、はい、はい、潜水というのは浅い水の方程式。あ、はい、浅い水の方程式ということで、はい、まあ、それ准教授の方が作ったプログラムをもとにですね、はい、それを、まあ、有限体積法という、まあ、数値、はい、まあ、ちょっとややこしい言葉で並んでしまうんですけども、はい、まあ、そういう手法を用いて、でその水の流れというのをシミュレーションしていくというような形で、はいはい、やっています。なるほど。だ結構その例えばこういった現場の何か環境をそのコンピューターの中に入れて、その中で水がどう挙動するかみたいな、はい、そうですね、はい、うん、なるほど。だそれはその研究の何て言いますか、もう、まあ、その目的といいますか目標というのはどういったところになるんでしょうか。そうです、まあ、研究の目標なんですけれども、はい、まあ、そのシミュレーションによって水がどういうふうにこう、流れていくのかっていうのも分かりますので、はい、でまあ、例えば僕が、卒論の時に取り扱っていたものでしたら、はい、投手口っていう、まあ、そういう水利施設がありまして、まあ、そこを、はいはい、流れていくその水の流域を追いかけて、はい、でまあ、この投手口をどういうふうに回収したらいいのかっていうようなことを、まあ、最終的には、はい、出していきたいなということで。それはもう具体的な現場。そうですね、はい、それどのあたりだったんですか。和歌山だったと思うんです。和歌山なんですか、はいはい、のあたりのあのあたりのところですね、はいはい、だから目標としては実際にそこの水域の、はい、改善といいますか、はい、回収に役立つ知見にと、はい、なるほど。ではこういった形では一つ目のキーワードというのがこの水環境というのを、はい、モデリングをして、はい、それを、まあ、シミュレーションしていくと、はい、
いったところで目的としてコントロールにつなげる、はい、そうですね、はい、でまあそのシミュレーションで得られた結果から、はい、まあこれからその水域がどういうふうに歩いていくかっていうのをまあコントロールする手法とかを考えていくというような形でつなげていくという、はい、なるほど、はい、本当にまあこの川というのは身近なところにありますので、はい、そういったものを、まあ、あの今後どうやって良くしていくかというところの基礎的な研究ということですね、はい、というのがこの一つ目のキーワードということで、はい、今度では二つ目のキーワードに行ってみたいと思います、はい、それでは二つ目のキーワードに行ってみたいと思うんですが、はい、こちらですね、難しそうなものを面白く見せる、難しそうなものを面白く見せるということでですね、はい、こちらどういった内容なんでしょうか、はい、うん、そうですね、うちの、まあ、研究室でやってるような、はい、研究は、まあ、水理学っていうのがベースになっているんですけども、はい、まあ、その水理学っていうのが難しいなという、厳しいなという印象を持たれている人が結構、はい、まあ、僕自身もそうだったんですけども、そうなんですね、はい、で、まあ、僕はその大学レベルの物理なかなかついていけずんです、はい、でもう難しい式を見て、もうあでかーでかーみたいな、そんな感じであもうこのあこの数式がーみたいな、もう、はい、そんな感じで苦しんでいたんですけども、はい、まあ、因子の勉強とかをする過程で、はい、そのまあ、その水理学の本質的な部分がようやく分かり出してきて、はい、うーん、はい、でまあそういう、はい、そのまあ難しさの先にある面白さっていうのが分かってくることによって、その学問っていうのがもっと魅力的に見えるんじゃないのかなっていうのが、まあ日頃思っていることでして、はい、あ、はいはい、あ、なるほど、水理学の難しさはもう本当にそういう一見見たら数式とかがなんか物理学の法則が何やってなってるわけなんですね、はい、でやっぱりそういうのの難しさみたいなのにもう目がくらんで、はい、ちょっとこう避けてしまう人が多いというか、はい、そうですね、はい、ではこの面白く見せるということなんですが、はい、どのようにして見せようということなんですか。そうです、はい、まあ、その水の、まあ、断りということで水理学なんですけども、はい、まあ、その身近な水の挙動っていうのを、うん、まあ、そういう科学的な手法で知ることができるというのはすごい魅力的なところではあるので、はい、でまあ、それをこう難しい数式とかから入るのではなくて、はい、こう実際の現象とかを見て、はい、あ、身近で起こっているこんな現象が実はこういうふうに書かれて自分で追っていけるんやというところを、はい、まずそうい う, こう到達点というか成果、はい、というので、こう面白みを見せてあげて引きつけてあげるというようなことを、はい、そうですね、実際にもう川の流れを見て あそこの起こっているこの流れのこれがこういった式なんだよみたいなことなんですね、はい、確かに普段も何気なくもう見過ごしているようなぐらいの自然な現象、はい、身近な現象っていうのをそういうパッと一つの数式で表せるということですね、はいはい、その難しい数式でも一つ一つ何か紐解いていって、ね、この式はこういった意味を表しているんだよという、はい、なるほどなんでしょうか、はい、うん、なるほど、じゃあそういう一見見て難しそうなものというのを少しずつ面白さっていうのを引き出すということなんですが、はい、なんか研究以外でもなんかされているということで、はいはい、そうですね、まあ、僕京都大学の政教の方でですね、はい、まず一つは環境委員会というのをやらせていただいてまして、はい、でその京大の政教をエコにするにはどうすればいいだろうっていうようなことを活動しています、はい、でそれでですね、まあ今年の春ぐらいに職員さんへの研修ということで、うん、まあ、レジ袋を削減するにあたってということで、まあ、なんか講演みたいなのをですね、そうなんですか、頼まれたんですけれども、はいはい、うん、まあ、そこでですね結構、まあ、難しい法律とかもいっぱい絡んでくるんですけれども、うん、はい、まあ、そういう法律的なところをこう難しそうなところからではなくて、はい、やっぱりそのもったいないっていう意識であるとか、はい、要はその、そうですね、こう必要以上に使わないっていうような意識から、はい、こうそういう気持ちからこう活動していけないかなというところで、そういう気持ちを政教の職員さんからこう植え付けに引き出してというような形でやっていこうというコンセプトで、はい、で結構後のアンケート見るとちょっと好評だったので、良かったなと、はい、いろいろ難しい説明もできるんですけれども、はい、やっぱりこうみんなが納得できるようなところから解説していって、はい、ちょっとずつ軌道に乗せていこうと、はい、お、まあ、それもそのセミナーでもやっぱり何か一見難しそうなことっていうのを面白く見せるというのを心がけられたわけですね。そこからこう難しそうなところにもステップアップしていけたらいいなという、はい、この場合の難しそうなところっていうのはどういったところになるんでしょうか。そうですね、まあ、環境問題に関する難しい用語であるとか、はい、まあ、法律とかもいろいろ、そうですね、はい、結構いろんな仕組みが関わってくる、はい、ね、はい、
なるほど。いきなりこういう法律がありますよとか、はい、こういう仕組みがとか、こう専門用語がというんではなくて、はい、分かりやすいところといいますか、はい、興味を引き続けてからそういったところに徐々にというので、あとなんかまだ活動されてる、もう一つはですね、はい、これも同じく京都大学の生協の方で、はい、このパソコン講座、新入生向けのパソコン講座っていうのをやってまして、はい、で、まあ、ワード、エクセル、パワーポイントの使い方から、はい、あとレポートの書き方とか、プレゼンテーションの仕方とかっていうのを教えるんです。なるほど、レポートっていうと、あ、こんな書かなあかんのやってちょっと思いがちじゃないですか。でもまあそれもレポートっていうのもこう人にこう自分の思っていることとか仕上げたことっていうのを伝えるために書くものなので、まあそういうところでですね、こうそれを伝えるっていうことが、まあこういうツールを用いれればもっと楽しくできるとかいうことを伝えていけたらなと。ただやらなければいけないからこういうのを教えてるんじゃなくて、こう楽しい、そういう楽しみっていうのをもっと知ってもらいたくて、それを大学生活で活かしてもらいたいっていうような思いで、まあ、コンテンツも学生中心になって作っていく、ただのパソコン教室じゃないですね、はい、そういうこうまさにこの難しそうなものを面白く見せるためのパソコン教室みたいなものなんですね、なるほど。では今後もではこのキーワードというのは研究ももちろんですし、研究以外の部分にもかかわらず、追求していきたいというようなことなんでしょうか、なるほど。ぜひその推理学の面白さというのも、いろんな人に伝えていただきたいですね、では今度3つ目のキーワードなんですが、川と私ということでですね、何かこう純文学みたいな、そんなそうです、太宰治とか川端康成みたいな感じのキーワードになってるんですが、川と私、これはどういった内容なんでしょうか、ちょっと哲学的な感じですね、そうです、まあ、川と私ということで、まあ、今の研究をするに至った経緯とかを、まあ、ちょっとお話しさせていただこうかなと、でまあ、僕生まれが徳島県でですね、で、まあ、藍住町というところなんですけれども、もうちょうど十数年前ですかね、その吉野川っていうのが流れてまして、吉野川の地元ということで、まあ、四国三郎と言われるほど大きな川なんですけれども、まあ、そこで、まあ、大獣石というですね、有名な石がありまして、まあ、それを可動石化するとかしないとかで、まあ、それでこうかなり論争が起こって、で、まあ、結果的に住民投票とかを行って、まあ、今は可動石化は、まあ、止まっているっていう状況、まあ、そういうのが起こった地元で、まあ、育ってきました、まあ、僕自身もその吉野川で友達となんかエビを捕まえに行ったり、まあ、サイクリングしてみたりとかっていうような、キャンプしたりとか、ありますし、で、まあ、そういう、まあ、川とゆかりのある、土地で育ってきたっていうのもありますし、で、まあ、大学に来てからもですね、まあ、ここの鴨川ですね、で僕あの小学校の頃はトランペットをやってまして、で、まあ、大学でも吹奏楽部をやり、でボックス、吹奏楽部のボックスがちょうどこの鴨川の近くだったので、パート練習とかもしょっちゅう河原でやってたという。そうですね、まあ、京都の方とご存知だと思うんですけど、河原でよくパーパーってこう吹奏楽の方練習されてますね。あ、なるほど。それでもう川で。そうですね、もう毎日のように河原で。毎日のように、なるほど、なるほど。まあ、ずっと河原でみんなと一緒に練習した思い出もありますし、まあ、へこんだ時も川のせせらぎにちょっとこう癒してもらおうかな、なるほど、ある意味青春を共に、川と共に青春がみたいな感じですね、なるほど。そういった意味でこの川と私というものに非常に関係が深いというか、ではその研究のきっかけというのもある意味そういう小さい頃から慣れ親しんできて自然となった感じなんですか。そうですね、まあ、そういう自然環境のに関わる研究をしたいと思って農学部に入ってきたんですけど、でそれで、まあ、ちょうど自分の学科にそういう水と関われるようなところがあって、まあ、やっぱりさっきも言ってたんですけど、ちょっと水理学は難しいなというところにちょっと敬遠してたところはあったんですけど、まあ、やっぱりその自分のこう今まで辿ってきた道っていうのを考えてみると、そういう水や川に関わるような研究ができた方がやっぱり自分には合っているんじゃないのかなと、まあ、あと教授の先生からの誘いもありましたし、それで、まあ、この研究をやっていこうと。なるほど。ではもうその苦手だった、まあ、数式といいますか物理みたいなのも、まあ、一つずつ勉強していったわけですね。そうですね、なかなか苦労しました、今も
やっぱり現在ついていくのでやっと、まあ、ついていけてるかどうかもちょっと微妙なところなんですけども、はい、でもまあ そうやって苦労してやった先にやっぱこの研究のやりがいとか面白さもあるわけですね。それこそ慣れ親しんできたそういう風景というのを、はい、もう本当に科学的にもう自分で表現できるというところですね。お世話になった、はい、まあ、カバイの恩返しみたいなものにつながればいいなと思いながら、なるほど、まあ、将来的にもではそういう川に役に立てるような研究にしていこうということですね。ではあのまだまだいろいろとお聞きしていきたいところなんですが、はい、お時間もやってまいりましたので、はい、本日はこの辺りにさせていただこうと思います、はい、本日この3つのキーワードでお話をいただきまして、まず研究の内容ですね、水環境のモデリングとコントロールということで、はい、まあ、普段こう身近になって水の動きというのを科学的にまあシミュレーションでまあ数式で表したりとか、はい、シミュレーションして、まあ、そのどのようにして回収したらいいかといったことを提言していこうと、はい、そしてまあ2つ目はこの難しそうなものを面白くということでですね、はい、あのこの水理学というのは非常に一見難しいと、はい、ただでもそこからでもあの それを超えたところにすごく面白い面白さがあるということで、はい、その最初の難しそうなところの見た目でこう避けるのではなくて、はい、そこをまず分かりやすい言葉で、はい、面白さを伝えてから、はい、徐々にそういう難しいところを乗り越えてもらおうということで、はい、まあ、研究に関わらずさまざまな分野でやっていこうと、はい、そして3つ目はこの川と私ということで、小さい頃から吉野川、鴨川とずっとまあ慣れ親しんで、まあ、青春を共にやってきたということですね。それでまあ今後はその、まあ、すごく時に慰めてもらったその川に対して何か恩返しをするためにもこの研究を進めていこうというようなお話ですね。非常に今回はもう全てその川というのは非常に大きなキーとしてですね、まあ、このまさにこの川の麓でお話をお聞かせいただきました、はい、ぜひですねこの水理学、またこの水の研究の面白さというのはですね、はい、まあ、やはりこの難しいと思っている方はすごくたくさんおられると思うんですが、はい、まあ、一人一人徐々にこう広げていっていただければと思います、はいはい、それではあの本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、研究者図鑑、それではここまでです。また明日お会いしましょう。さよなら。さよなら。